北川隆一郎です。今回ですね、2015年相場を読むということでね、まだ相場が始まってないんですけどね、これ相場の場合ですね、まあ、予定されているものってありますからね、それをですね一つこう手がかりにね、こう売買すると、事前に仕込んでおくとかね、そういうことが非常に効果がありますよね。そういう点でですね、まずですよ、今年そうですね、大きなイベントとして予定されているものがですね、日本郵政の上場ですね。上場と、これはですね、まだ期日はまあはっきり決まってないんですけどもね、9月頃になるだろうと言われておりますね。日本郵政そのものはですね、まあ、今年の秋ぐらいというふうに発表しておりましたけども、まあ、9月であろうという予測が多いですよね。まあ、9月前後ということをね、想定しておけばいいんじゃないでしょうかね。ですから、まあ、それをですね予測しますとですね、関連株ってね、結構ありますよね。それらの株は、まあ、上場前にね動き始めると、もうすでにね動いている株もございますけどね、まあ、だからその関連銘柄というのをねマークしていくことがね、結構ね利益に結びつくと思いますね。で、9月はまだ先ですからね、後々でいいだろうということにもなるかと思いますけども、一応ですね念頭に入れておきたいですよね。一応予定されているものですから、ね、たちまちこう過ぎてしまうんですよね。年初まだ始まってっていう、そこが始まる段階でね9月の話をするのも恐縮なんですけども、案が早くね、過ぎるものですからね、この点ちょっとね計算に入れておきたいですよね。日本郵政の上場と、その関連株にね、注目するということですね。これ分かりやすいですもんね。以上、北浜の株式補足でした。